ドゥイノの館、ドゥイノの日課は、リルケのエレジーの連作詞。1922年に完成。それぞれ70から100行程度の修行を持つ十の詩から、なる作品で、リルケ晩年の代表作である。リルケは1912年1月、マリー・フォントゥルーン・ウント・タクシス・ホー・エンローへ公爵夫人に招かれ、前年の4月に続いて、 アドリア海沿岸の断崖に立つトリエステ付近のドゥイノの館の客人となった。この二度目のドゥイノ間滞在中、海沿いの両壁を散歩しながら、事務的な手紙に対する返事のことを考えているうちに、典型用にひらめいた宿が、この連作の始まりであった。リルケはその日のうちに第一課を書き上げ、続いて数日のうちに、第二課、第三課を書き上げたが、ここまでで一時中断。 第一次世界大戦の混乱を挟みながら断続的に書き継がれ、1922年2月、終わりの住みかとなったミュゾットの館でようやく完成を見た。初版は翌年6月、インゼル書店から300部の限定版で刊行されている。全体は人間の無力さや儚さと現世社会の悲壮さに対するサタンのトーンで貫かれており、 充前な存在である、天使や英雄、動物や草木の見せる、様々な兆し、青年の恋愛、姿勢の営みや死といった、様々な事物との多様な連関の中で、人間存在の運命が捉えられ、緊密で象徴的な語法によって歌い上げられている。そして連作後半では、事物を素朴な言葉によって賛美し、 内面化するという行為に注意を向けることによって、有限性を持つ人間存在に対する希望が見出される。作品の規定には、善一の世界、つまり目に見えるもの、見えないものを含む、あらゆる事象が、相互に関連し一つの統合を成しているというリルケの考えがあり、同時期に成立した連作、オルフ・ォイスへのソネットとは、形式や調子の上では全く異なりながらも、 内面的なつながりを持つ作品となっている。ありがとうございます。